飯が尽きている。長くいたのだな。カエのブグ、援軍が来るはずだったのか。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、ソラ。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。一番手は誰だ？サムライトップロックマウ。サムライアーガーがつちゅうつ。自分で。はっ。いや。Stop! Stop! 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 St
まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。血まみれだ。誰か殺されたな。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い人を救ってやれ。務めます。まだ諦めんぞ。
どなたかお助けを。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとで義人対馬第一の早業の武者を頼みて、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲さりて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみて出で会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったのか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。そちらの精鋭を出せ。アムカセルメソグラフ。No!
古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。いずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。よし、いいかな。それ侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいるときだ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。津島にある鳥居は全て神の社へと通じています。ここで得られることでしょう。古賀はここの葉を集めたのか。
Bırtıla! Zipsi gey birk! Yavete kre! Kore izyo wa! Nani mo shiranaita! もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。ヤギのパス。ヘンドワン。ハラクウィワイ。ノクタ。オガンチョウ。ヤマチョウ。スンテルハバスネスティアシャ。Mit dem Kotter sei ein Arsch! Zum Korrekt, sehr quick! Jump, Harak, du schon! No, no! Yeah!
せて。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。させるわけにはいかぬ。ふぬけばかりか。
誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。おい、うどくくちゃはるた。え、ぬくちちゃ。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ、新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。志村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。随分とのろまだな。
それは違う。この場で見極めてやる。志村から何も学んでおらぬようだな。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。おい、随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。のみでは俺には勝てぬ。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。
Mm-hmm.